前世紀はガツ Q ドラマの主演まで務めていたが突然テレビから消えた西内まりやさん今回はそんな西内まりやさんの干された真相現在について見ていきたいと思います西内まりやさんはモデル出身の女優歌手で2007年にモデルとしてデビューして以降20代の女性を中心にカリスマ的な人気が出て活動の幅を広げていきました 月ドラマの主演も務めるほど人気になりましたが2017年の後半からはメディア露出がなくなり西内マリアは消えたとか干されたと噂されるようになりましたそんな中2017年11月に「週刊文春」が西内マリアさんのビンタ事件をスクープしました2017年11月に「週刊文春」が西内マリア事務所社長ビンタ事件期待の月ツ女優にないが というタイトルで、西内マリアさんのビンタ事件の記事を出しました。この週刊文春のスクープによると、2017年10月3日に西内マリアさんは所属事務所のライジングプロダクションの社長にビンタをしたというのです。西内マリアさんは2017年夏にアメリカに短期留学をしていて帰国した。ところで、今後の仕事について、事務所の所長と打ち合わせをするために、ライジングプロダクションの事務所を訪れました。 しかし、西内まりやさんは事務所を訪れたときから興奮状態で、ライジングプロダクションの春日隆社長が話は聞くからと2人で応接室に入ったらいきなり社長の首当たりをビンタしたようです。ライジングプロダクションの事務所関係者の証言によると、社長がアメリカはどうだったと言おうとしたら、西内まりやさんはいきなり社長にビンタをしました。そして 応接室から出てきた西内まりやさんは社員の前で、自分はこの会社のために働いてきた。私はあんたたちのためにこんなに頑張っているのになんで認めてくれないのガツの主演もしたのになんも分かってくれない。私の心を返してもう死んでやる。と泣き叫んでいたそうです。西内まりやさんは完全に興奮状態で過呼吸状態になったため、医師が呼ばれるほどでした。その後、 西内マリアさん側はビンタしていないとビンタ事件を否定していましたがライジングプロダクション側は確かに社長がビンタされて全治1ヶ月の怪我を負ったと主張しています西内氏が弊社関連会社であるライジングプロダクションの春日隆を殴出し怪我を負わせたことは紛れもない事実です週刊文春によると春日隆氏の怪我は全治1ヶ月ですから西内マリアさんのビンタがいかに強烈だったのかがわかります そして西内まりやさんはこのビンタ事件のあと10月下旬に来年4月以降にはライジングプロダクションとの契約を更新しないという通知を出しましたそして2018年3月31日にライジングプロダクションとの契約が満了となり独立していますただ芸能界のドンと言われるライジングプロダクションの社長にビンタをして一方的に契約更新をしないという通知を送りつけたこともあり 独立した後仕事はほとんどなく引退説も噂さされるほど干された状態でした西内さんは女性自身の突撃取材を受け引退ですか少なくとも今は引退を考えていませんと明言していました2017年10月にビンタ事件を起こして引退説は否定したものの ライジングプロダクションとの契約を満了して独立をして以降に公の場に現れたのは2018年11月になってからのことでした独立から半年以上公の場に現れず仕事がなかったということになりこの久しぶりに公の場に出る仕事もシャンパンメーカーのプレスイベントでしたそれまで西内マリアさんは事務所のゴリ押しと言われるほどいろいろな仕事イベントに出ていたので完全に 干された消えたたえ状態になりました西内まりやさんがビンタ事件を起こした真相は西内まりやさんとライジングプロダクションのすれ違いと言われています西内まりやさんは女優よりも歌手活動をしたかったのに休みを返上してまで女優の仕事をさせられたことに不満を持っていたようですそれに対しライジングプロダクションは歌手では売れないから女優の仕事を優先させていたし 大きな仕事が入れば休みを返上して仕事を入れたけれどその後はきちんと休みを与えていたそれぞれこのような主張をしておりどちらの言い分も理解できるものですがそれぞれの主張で折り合いがつかなかったからビンタ事件が起こってしまったのでしょう。また西内まりやさん側はビンタ事件を否定しており「週刊文春」の取材に対して西内まりやさんの代理人は西内氏が春日氏を殴打し 怪我を負わせせたとといいいう事実はございままん、としています。さらに西内まりやさん側としては「ライジングプロダクションが悪い」という主張をしているようです西内まりやさんのマネージャーはもともと安室奈美恵さんを担当していた敏腕ンンマネージャーでしたがこのマネージャーが西内まりやさんをうまくフォローしていたそうですしかしこのマネージャーは2016年に退社してしまい違うマネージャーが西内まりやさんを担当することになりましたが この新しいマネージャーは西内まりやさんのフォローをうまくできなかったようです。歌手か女優かどっちつかずの状況に不満を抱えていた西内は、事務所との間でダブルスタンダードを振る舞っていたという新マネに不信感を募らせていったようです。自分のやりたいことができず、事務所の意向に沿った仕事をしていて、精神的なストレスがたまり、追い込まれてしまったのかもしれません。また西内マリアさんは2016年 2017年にかけて精神的に不安定になっていたと言われており過換気症候群やパニック障害になっていたことを告白しましたそれなのに西内まりやさんはどんどん仕事を入れられて追い込まれていったものと思われますまた安室奈美恵さんを担当していたマネージャーが退社してしまったことも西内まりやさんが精神的に不安定になり体調不良になった一因と言われています ビンタ事件の時に西内まりやさんは私はあんたたちのためにこんなに頑張っているのになんで認めてくれないのと叫んだと言われていますが体調不良の中自分の意向とは違う仕事を頑張っていたらこのように叫びたくなる気持ちはわかります実際に過呼吸などの体調不良で仕事を休んだりすることも多かったようです一方ライジングプロダクション側の主張はガツドラマの「突然」ですが 明日結婚しますの主役が決まった後西内まりやさんは主題歌を勝手に制作したようですところが彼女はここでも自分の主張を通し主題歌の制作を親しい音楽スタジオの関係者に発注してしまったのですこれには事務所も呆れるしかありませんでしたしかもこの主題歌「モーション」はヒットせずに初登場18位初動4000枚という惨敗でしたライジングプロダクションとしては まずは西内まりやさんを女優として成功させて知名度を上げようと思っていたようで売れない歌手で終わらせるなら女優をやらせたいという事務所の意向は納得できますまた2017年1月から3ヶ月間アメリカに留学する予定が月九ドラマの主役の話が来たために留学せずに仕事をすることになってしまいましたしかしライジングプロダクションはドラマ撮影が終わった後に 8月から仕事を休んでアメリカに行き、さらに休業中も給料200万円は支払われ、さらに留学費用として100万円ももらっていたようです。ライジングプロダクションとしては、西内マリアさんに十分な配慮をしていたのかもしれません。そして、西内マリアさんの男性関係も原因の一つではないかとも言われています。西内マリアさんは、モデルのリョビンさんとの交際が報じられていました。このの交際報道の後 ライジングプロダクションはリョビンさんと別れるように西内マリアさんに忠告したようですが西内マリアさんはこれを拒否していますしかも西内マリアさんは2017年8月からのアメリカ留学にリョビンさんを連れて行ったようでこれは事務所としては西内マリアさんをマネジメントできないと思っても仕方がないかもしれません2017年のビンタ事件をきっかけに西内マリアさんは芸能界を干された形になり 目立った活動はありませんでしたが2021年になってようやく少しずつ表立った芸能活動をするようになりましたまたモデルとしてバナナリパブリックやカルバンクラインなどファッションブランドの PR などをインスタグラムにアップしていますがこれから少しずつ西内まりやさんの芸能活動が増えていくかもしれませんね